次に隅返しからの抑え込みを紹介します。この技も私の得意技の一つです。主に、喧嘩四つの相手に使います。袖を切って隅返しで投げた後に素早く抑えます。もう一度やってみます。この技は最初相手の手をしっかりと切り離します。切り離した後に相手の手を前に出して近い後ろ帯を持ちます。一度踏み込んで一度かけながらステップを踏み込みます。こういう形です。